こんにちは、KZP プラスです。現登場に新しい敵であるシグフレイが追加されました。さらにこれまで20までだったステージレベルですが25までになりました。今回の動画はそのステージレベル25に挑戦したものとなります。シグフレイ戦はお供が2人配置されています。初期配置では水の使い魔が配置されています。シグフレイの耐性を見ると特に目立ったものはないですが、水の使い魔の状態異常耐性の気絶が例になっています。今回の現登場はこの気絶を使って攻略するもののようです。お供の敵はシグフレイにダメージブロックを付与したり、カウントが例になっても残っている場合はシグフレイに強力なバフを付与して消滅したりと厄介なので、カウントが例になる前に倒しきる必要があります。気絶が例なので気絶で倒すのが良いですが、気絶がない場合はよだめで倒すことも可能となります。なお、お供は倒してもシグフレイのカウントレイの次のターンに復活します。この時水の使い魔ではなく、別の敵キャラが配置されますが気絶レイは一緒です。使い魔の付与するダメージブロック、破皮ダメを3回レイにするようなので、そこは気をつけたい。強力で BP を大量に使う技は避けたいところ。なお使い魔を倒すと BP5 回復します。シグフレイの攻撃は術攻撃が多め、ただし直接攻撃を当てると強力な、物理攻撃などで反撃してくる、ギミックもあるので、編成に余裕があるなら間接攻撃のキャラを配置するのもあり、シグフレイのカウントレイのギミックは、強力な術属性の全体攻撃を2発、撃って、消滅したお供のモンスターを、復活させるってことだと思います。強力な術攻撃の2発がすごく厄介。弱点解除があるので継続的な知力デバフや精神デバフ、陣形のアビリティ効果などで対策が必要です。麻痺などの状態異常攻撃もありますので気をつけたいです。テンプレートはこんな感じです。それでは戦闘を見ながら、各武器ごとの私なりの攻略を見ていきましょう。召喚はかなり火力があるキャラが揃ってきているので大丈夫だろ、なんて思ってたけど結構きついです。気絶役には百花追錬を使います。まずはアセルスを選出。お供の敵が片付いて、シグフレイ、への攻撃にはローゼンシュプルムを使います。追撃でローズヒットも出ますので超高火力が出ます。正直、このスタイルのアセルスがいなかったら辛いかも。それくらい、このスタイルの出す火力が強い。もう一人の気絶役にはモニカです。私は最新のガチャ限定のモニカを所持していないのでこのスタイルに、弓スタイルのモクピュアフラワーを、継承し回復係も兼務させました。百花追錬は2連撃で1人で、お供2匹を倒すこともできますが、何分ランダムターゲットなので、下手するとお供にターゲットが、行かないでシグフレイに2回攻撃が、行っちゃうなんてことも当然あります。から、バックアップとして、スキンガーを持つ広告主張の、メダルと交換で入手できる、ミカエルを選出しました。幼少ミカエルからヒールピアスを、継承して自身のヒットポイント回復が必要な、場合はこの技を使うようにします。なお、アビリティで味方全員の、突攻撃にバフが入りますので、その点もいいかなと思います。シグフレイへの攻撃は一つ連撃で、ヨダメを取りに行きます。4人目は、アーニャを選出。最新の方のスタイルに単体回復のスターライトヒールを継承です。ただ、これは極力使いたくないです。シグフレイのカウントレイの攻撃の術攻撃2連発の後にどうしても回復が追いつかなかったりで崩壊しそうだったので、全体回復のスターライトブレイスを使うことを常に意識しておきます。2回まで使えますのでなるべく戦闘不能になったり単体回復での LP 消費には気をつけて戦います。また、攻撃面ではカトルルミエールが火力もあり、攻撃力と防御力のデバフができるので非常に有効。効果が2ターン継続しますが、私は勘違いして連発してます。シグフレイのカウントレイのターンには必ず使っておきたいです。ラストは、スクラムガードとレディスセップで味方全員の防御力の底上げができる。助走ジャミルを選出しようと思ったのですがそれだとどうしても火力が足りなくてターンが伸びてしまい回復が間に合わないという状況になりました。そこでダークを選出。
このスタイルの、ダークはクリティカル攻撃時に、よだれが増えるアビリティがあり、錬成武器の人間ダンク個人特攻が、他のものを装備すれば金を揃い、狙いでナイスなよだれが出ます。錬成武器の有無で結構ダメージが、変動しますので、やっぱり暇を見つけては、錬成しなくちゃダメです。こんな感じで進めていきます。よっしゃ、勝利できました。アーナの攻撃力、防御力デバフと、全体回復がしっかりハマった気が、します。アセルスの強化力もとても、いい感じでした。召喚は、火力が出せるので、百科修練のターゲットが変なことに、ならなければある程度余裕を持って、いけるかなーって感じでした。今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。